駅弁に着きましたよ。今から神戸の方向かっていくわけですけど、いいね、調子悪いな。いやー、なかなかね、聖ちゃんのバイクは調子が上がらなくてね。辰の西サービスエリア行きまするずっとホンホン聞いてのほう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 みたいな。よいしょ、よっからセット。よいしょ、かかれへんのちゃう、かかんの、一応かかんのか。辰の西サービスエリア目指していきまする。とりあえずね、めちゃめちゃちょっと調子悪くなってきて、だんだんと。せいちゃんのバイクね。ほんで、せいちゃん前に走りたいっていうもんでね。まあ、せいちゃんが前で走ってるんですけど、その途中で止まる心配があるからね、前走らせてってな感じで今走ってるわけですよ。大丈夫かな。まあまあまあ、途中止まることはないとは思うんですけどね、僕は。止まったら恐ろしいな。いやー、だいぶ暗くなってきましたよ。これ、立つのに着いた時、真っ黒けになるんちゃうかな。まあまあ、これはいいんですけどね。今はね、ただちょっとせいちゃんのバイクが心配ですね。止まってしまったらどうしようかなっていうね、そういう心配もあるんですよ。こんな暗い高速道路で止まったらもうシャレラなんでしょう、それもう大ハプニングですよ。もう辰の西までね、あと24キロなんですよ。まあ行けそうですね。とりあえず向こう着いてからですね、頑張ってくださいよ。夜見えへんな俺ね、怖いわ、怖い。だいぶ暗くなってきましたよ、ね、もうそろそろ立つのに着くと思うんですけど、これね、暗くなったからってね、別に慌てる必要なんかまるっきりないんですよ。このもんね、ゆっくりね、走ったらね、走ればね、夜空も気持ちいいってなもんですよ。いや、本当に。そんなに寒くないんでね、今。だからね、ゆっくりとね、ふらふらとね、走っててね、空見るぐらいのね、余裕があった方が、気持ちいいんですよ。気持ちいいんですよ、本当に。これ誰やねん、お前。めっちゃ綺麗や、これ。ピカピカ光っとるから。辰の西までね、あと4キロに迫ってきましたよ。いやー、ゆっくりでいいんですよ、せいちゃん。焦らなくていいんでね。ゆっくり行きましょう。
辰徳、辰徳市。腰痛い。最後パンパン言ってたん誰なの？あ、向こう。せや、俺ブーかな思ったよ。あんま。やばいな。手しびれてきた俺。めっちゃ手しびれてきて。パンパン鳴り出した。そうね。やばいな。いやでもここまで。なんか被ってるんだよ。アフターファイヤー、そう、一発であのスピードで、いや、で、シングルで前だけ動いたのが分かるんですよ。音が動かない。え、肩入ってたまに、ブブブブって消えてるんですよ。たまに動いたらバーってスピード出るんですよ。たまには50キロぐらいですよ。今ね、7時半なんですよ。やっと辰の西パーキングエリアに着きましたよ。ちょっと寒い。かからんようになったん。やばいぜ。やっぱりそんなチャンネルっていうのは最後の最後にトラブルが起きるもんですな。確かに。一体どうなってしまうのか。続くまだまた続くんこれ結構引っ張るよね結構引っ張るよね好きねこういうのこういうの好きね好きねこういうのわかりました。なんとか帰れそうですね。帰れそうな雰囲気。走れそう。やったー、大阪に帰れる。諦めかけてたもんね、ほらみんな。はい、昨日泊まった部屋のせいは持てました。誰かついてきたか思ったんや。でも走ってた時に誰か女の人ぶら下がってたよ後ろ。いや。それとご飯屋さんの女の子に焼き鳥ちょっと高ないって言ったから。バチが当たったやん。焼き鳥高ないかやで。正直言うとったねじゃけど観光客値段ですって。どんだけ正直に言うねん。まだ完璧とは言えないよ。次回言え引っ張るね怒られます次回は怒られそうやね。とりあえずせいちゃんのバイクエンジンかかるようにはなったんでね
さっきかからなかったんですよ。エンジンかかるようになったんで、ライトライトライトつけえな、あの人ほんま慌てんぼうなんだから。とりあえず行きまする。せいちゃん電気ついてなかったで。はい。ワイルドやな思って俺。どんだけワイルドなんかな思って俺。やったエンジン動いてる。さっきほらここついた時タスーンってあれからもう全然かからなかったやん。はい。あれもうずっと肩速かった。あそう。うん、その割には結構行ってなかった。たまに結構行ってなかった。飛ばしてなかった。後ろ動いたらあバーって飲んねん。ここ立つの西から目指すはミキ。次はミキ。次はミキ。いやちょうれ。ほら見てみー。立つだぞ。もうバリバリやから俺の。めちゃめちゃ調子いいかな俺。俺一人知らんけど。行きますね。いやーなんとかせいちゃんのショベルが動きました。あ今から右インターチェンジ。さっきねせいちゃんねもうここの立つのでね、もう自分だけ降りて、友達の家かどっかバイク置いて帰ろうかなと思ってたらしいんですよ。もう止まったらね、動かなくなったらね、それぐらい自信がなかったんですよ。もう分かるんちゃうか言ってたんですけど、また復活ですよ。え、ね、原田先生が一緒に走ってて、ほら。帰れるでしょう、とりあえずは。でもまだちょっとね、その調子が出てないらしいんですよ。だからそれをね、またね、追求していくらしいですわ、原田先生が。おー、着きました。近くなりましたね。近くなってきたんですよ。お小水オーバーちょっとね。いやー寒くなってきたね。寒くなってきたっていうかちょっと冷えるんでね、お小水したいなってなもんで、なかなかみんないかつい飛び方してるね。どんな感じするじゃん。走れるんですけど、アイドリングがめっちゃ上がる。あ、そう。元に戻ったような感じ。走ってる分にはいいんですけど、うん、クラッチ握るとタイミングがブーンと上がってくる。クラッチ握ったら回転がうわー上がんねんて、うん、その現象って、初めの現象やねそれ。でもその前のやつがひどすぎて、あ走れる。嬉しいね。納得してもうたやもん。あの意味だってアクセル握らんでも行くし、バーバー進むっすよ。あこれ下げたら下げたってほんでまたギクシャクすんだろ。
帰りまする。めっちゃ遅なったかな。もうここ三木のねサービスエリアからもうそのまま池田の方向かって帰りまする。いや今日は本当に楽しかったです。今日はちゃうな、昨日からやな。一泊二日慣れしツーリング。いやこれね一気にね奈良市を終わらそうとするとね結構しんどいよ。700、800キロぐらい走ったんちゃうかな2日で。結構ね腰が痛いんですよ。いや本当にずっと座って運転してるでしょバイク。腰が痛くなってきちゃってさ。いやでもねなんかねせいちゃんともね仲良くなれて、いや嬉しいですよ本当に。帰ってまいりましたよ。ちょっと夜景が綺麗なと思って見えへんすごいな。いや今回の一泊二日四国愛媛宇和島下灘駅奈良市ツーリング、せいちゃんとすんがさん、バイク荒出し荒出しってねよう分からへんけど、せいちゃん結構荒出てきましたね。俺のはね全然もうほんま奈良市だけでね終わりそうですね。もう悪いとこ全然出てきてないです。もう調子いいですね。まあせいちゃんのはねちょっとね途中止まったりしていろいろアラが出てきたんですけど、それは出した方がいいと思うんですよね。ほんでね原大先生がどんどんね悪いとこ見つけて完璧にしていきますんで、せいちゃんご安心ください。知らんけど。いや俺がやんのちゃうもん。知らんからやんの原大先生や。すまんな。いやでもねせいちゃんともねこの一泊二日のこの旅、いや仲良くなれましたよ。日本一の大スタート、これもう世界にねもう羽ばたいてるんでね、ダーツですごいんですよせいちゃんは。本当にこのね、凄さをね、あんまり周りに出さないんですよ、せいちゃん。もう謙虚でね、もうこれもね、出さないんですよ。長い付き合いができそうやなってね、僕はそう思ってるんですよ。せいちゃん、よろしくお願いします。まあ、そんなこんなで、また会おう。原大先生が後ろでびっくりしてたんだよ。